社会ファシズムとは、社会民主主義をファシズムと同一であるとする、見解による用語で、ファシズム勢力より、社会民主主義勢力への敵対と打倒を、優先すべきとする。その主張及び、運動方針は、社会ファシズム論、または、社会民主主義主要打撃論とも言われる。1920年代後半から1930年代前半に、ヨシフ・スターリン、 コミンテルンの指示で各国の共産党が主張し、特にナチス新長期の場合もある共和国時代のドイツ共産党の実践によって顕著であった。しかし結果的には NSDOP がドイツの政権を獲得し、ドイツ共産党が非合法に追い込まれたため、この方針への反省が行われ、1935年のコミンテルン第7回大会によって自己批判の対象となった。 社会ファシズム論とは、社会民主主義とファシズムを双子として同一視する見解である。こうした見解が生じた背景としては、ドイツ革命直後のドイツ社会民主党とドイツ共産党の路線対立や、ネップ後に左傾するソ連内部において路線対立が先鋭化していたことなどが挙げられる。1924年9月には、ヨシフ・スターリンが、 社会民主主義とファシズムは対立物ではなく、創生時であると定式化し、1928年の第6回コミンテルン執行委員会総会は、社会ファシズム論を明示した。この路線に従って、ドイツ共産党はドイツ社会民主党を敵視し、そのために議会では、反社会民主党的な行動を繰り返した。ドイツ共産党の武装組織、赤色戦線戦士同盟が、 社会民主党党員を襲撃したり、バイマル政府反対を掲げナチスの労働者組織と共同してストライキを行ったりした。とりわけ1929年5月1日にベルリンで行われた共産党の非合法デモを社民党政権が取り締まったことに橋を発する地の命令事件で社協対立は絶頂に達した。激しさを増す社協対立は 同じく反社会民主党の姿勢を打ち出すナチスを結果的に利することになった。世界強硬化でこうした左派政党内の対立が見られたことは大衆の彼らへの失望とナチスへの期待を助長させた。また、ナチス政権成立の直前まで、ドイツ共産党とドイツ社会民主党の合計議席数はナチスを上回っており、両政党が連携していれば、もっとファシズムに対抗する。 効果的な方策を打ち出すことも可能であった。しかし、ドイツ共産党の指導者、エルンスト・テールマンは、ナチスに政権を取らせよ。ナチスには政権担当能力などなく、そうすれば、明日には共産党が政権を取るだろうと語っていた。結果的には、1933年にヒトラー政権が成立し、ヨーロッパ最強と言われたドイツ共産党は弾圧によって、 暴力的に急速に解体されることになる。ナチスドイツ政府は1935年3月には再軍備を宣言した。こうした中で1935年のコミンテルン第7回大会では人民戦線戦術が採択され、反ファシズムのために諸勢力が結集する方針が示された。これにより社会ファシズム論は否定されることになった。 スターリン主義と対立していたレフトローツキーは社会ファシズム論を批判し、ドイツ共産党と社会民主党は連帯してナチスに立ち向かうべきだと主張したが、スターリン主義に忠実だったドイツ共産党からは聞き入れられなかった。この件に関する論考は、トローツキー死後の1962年と1969年に社会ファシズム論批判として出版された。例、第一輪。 大地戦など例、日本大百科全書など革命の遊牧民、ドロツキー、宮内氷、成瀬治、山田金吾木村康二1997、P166、安倍義雄2001、P154、モムゼン2001、P221。ありがとうございます。